なんですが、富士スピードウェイでは世界スポーツプロトタイプカー選手権ウェッキンジャパンが行われます。今日の公開練習の様子をソフィーがリポートいたします。昨日のテストランで始まった世界スポーツプロトタイプカー選手権第10戦ウェッキンジャパンは今日公開練習が行われました。今回最も注目されているのがシルクカットジャガーチームです。すでに終了している9戦のうち7戦に優勝し、早々と今年のチャンピオンを決めているジャガーチームの今日のタイムは1分23秒1で日産トヨタに続いて3位。しかしそこはチャンピオンチームらしく余裕しゃくしゃくの表情でした。国産マシン勢の中で一番張り切っているのがトヨタチームです。富士、鈴鹿と国内の耐久レースで2戦連続してポルシェを破っている勢いで、このレースでも上位入賞の期待がかかっています。さあ明日は予選です。耐久レースとはいえ予選でトップを取るのは決勝でももちろん有利になってきます。さあ名誉あるポールポジション、どのマシンが獲得するんでしょうか。楽しみですね。そうですね、モータースポーツはワクワクするんでしょうね、ファンの方は。世界スポーツプロトタイプ選手権 Wake in Japan 87なんですけれども、先ほど富士スピードウェイから私帰ってきました。今日は公式予選が行われました。早速ご覧いただきましょう。今日の午後行われた公式予選の2回目です。開始早々から注目のジャガーチームが飛ばしました。710馬力7リッターという怪物エンジンを積んだカーナンバー5のラマーズ・ワトソン組が1分20秒339をマーク。これは1周 4.47 キロのコースを、平均時速200キロで走っていることになります。ターボエンジンのポルシェ勢や日本勢はこのジャガーのタイムを目標にタイムアタックを開始します。ブースト圧を上げるなどエンジンのパワーアップを図ったんですが、ポルシェ勢は思いのほかタイムが伸びませんでした。一方国産マシンの中ではカーナンバー36トヨタトムスのリース・ジョーンズ組が1分19秒241という驚異的なタイムを叩き出し、ポールポジションが決まったかに思われましたが、28番日産 V6 3リッターターボを操る和田貴夫が終了直前に0秒22上回る、1分19秒021をマークし、日本車としては史上初のポールポジションを獲得しました。初のポールポジションということなんですよね、このビッグレースの中では。そうですね、大きいレースでは初めてだったんですけどですね、予選は1位ですけどね、決勝もね頑張らないといけないんで、ちょっとチームワークを良くして、頑張りたいと思います。ということで明日決勝、本当に楽しみです。そうですね、はい、はい、はい、世界スポーツプロ、世界スポーツプロトタイプカー選手権シリーズの第10戦なんですが、この Wake in Japan 今日富士スピードウェイで行われたんですが、今日私もこの6時間余りのレースたっぷりと見てきましたので、はい、早速そちらご覧いただきましょう。転戦する600馬力以上のモンスターマシンたちが午前10時40分に1000キロ先のゴールを目指して一斉にスタートしました。ポールポジションは赤のマシン日産パーソンズでしたが、2周目早くもジャガーがトップに立ち、すでにシリーズチャンピオンを決めている貫禄を見せました。しかし日本勢ミノルタトヨタが開始早々サーキットを沸かせます。5周目ジャガーを抜いてトップへ立ち、着実にラップを重ねます。74周目ミノルタトヨタ給油のためピットイン、しかし予想以上に手間取ってしまい2位へ転落、再びジャガーがトップに立ちます。エンジンが全盛の今、ジャガーはあえてノンターボなんです。 7000cc という大排気量エンジンで滑らかにサーキットを走り抜けます。一方このミノルタトヨタは必死の追い上げを見せます。しかしその負担がターボに応えたようで中盤結局リタイア。その後もジャガーは危なげなく224周を走り優勝、2位にも同じくジャガーが入りました。
また GTP クラスながらマツダ757が7位と大健闘、これが日本車の最高でした。ところで来週行われる予定でした西仙台でのシリーズ第11戦なんですけれども、主催者の FIA がコースを認定しなかったために中止となってしまいました。したがって今日のレースがシリーズ最終戦となったことになります。はい。